皆さんこんにちは。アトリエルースをご覧いただきありがとうございます。今回は正方形を5枚並べて作るバッグを作りました。お好みのサイズのバッグが比較的簡単に作れます。リバーシブルにもなりますので、いろいろなコーディネートに合わせていただけます。ぜひ皆さんも作ってみてください。それでは材料です。本体表布に縦横同じ寸法正方形の生地を5枚、お好みのサイズの正方形を用意してください。今回は見本として縦横20センチの正方形としています。本体裏布に表布と同じ寸法のものを5枚、持ち手に幅8センチ、長さはお好みの長さで用意します。今回は見本として50センチとしました。それでは作っていきます。まず持ち手から作ります。四つ折りにして縫い合わせます。次に本体表を作ります。5枚の生地を十字に並べて、真ん中の底部分となる生地へ縫い合わせていきます。縫うときは縫い始めと縫い終わりを1センチ空けて縫い合わせます。アイロンで縫い代を割ります。同じように底部分へ縫い始め終わりを1センチ空けて縫い合わせていきます。この作業を繰り返して底部分へ側面となる生地を縫い付けていきます。
次にバッグの側面をピンで留めてミシンで縫い合わせます。側面の部分は縫い終わりだけ1センチ手前で縫い留めます。次にバッグの開き口、ぐるり一周へ1センチ折ってアイロンをかけておきます。本体裏布も表と同じ手順で縫い合わせます。本体へ持ち手を仮縫いします。
持ち手は本体表布もしくは裏布のどちらにつけていただいても構いません。持ち手をつける位置はお好みになりますが、だいたいバッグ開き口中心から左右6センチぐらいの位置につけるとちょうど良いです。本体同士を縫い合わせます。本体表となる方を表にひっくり返します。その中へ裏布を入れます。バッグ開き口を1センチ折り込んで仮止めしていきます。仮止めした開き口をミシンで縫い閉じます。強度を持たせるために開き口へもう一周ミシンをかけておきます。形を整えて完成です。最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。